こんにちは。テレビサインエンです、えー。昨日に続いて、新型コロナウイルスに関連する休業について、助成金のお話をします。昨日は、雇用調整助成金というものでした。これは、コロナウイルスの関係で、えー、休業したり、創業短縮したり、そういった場合に、当然、休業した社員に休業手当を払う。この休業手当に対して、 助成金が出るという雇用調整助成金のお話でしたが今日はそれとよく似ていますが全然違う助成金新しい助成金の話です雇用調整助成金の場合は会社がウイルスの関連で休業をしたり創業短縮をした場合こういう場合が関係してきましたがこれから申し上げる助成金まだ名前がはっきりわかりませんが仮に 保護者休業助成金とでも言いましょうか。いわゆるコロナウイルスの関係で学校が全国一律休校になりましたしかし小さい子供さんがいる保護者の方は会社は営業しているんだけども個人として会社を休まざるを得ないもうこれは本来は会社の責任じゃありません会社は仕事やってるんですからそれを休むということは本人の責任ですから。 何も会社には責任がありませんから、当然、欠勤になってしかるべきです。そして、有給休暇があるんであれば、本人は有給休暇を使って休めばいいわけです。普通ならそこまでです。しかし今回は、事情が事情で、本人が勝手に休むと言っても、本人も休みだけで休むんじゃない。学校が休みになったから、仕事に行けなくなっちゃっただけです。で学校が休みになったのは、やはり、 政治が、国がそう決めたわけですから、国に何とかしてもらいたいと思うのは当然のことですよね。国もその辺のことは十分わきまえていますので、そこで助成金を出すことに急遽決めたんです。何という名前の助成金か、まだ決まっていないのか、あるいは発表されていないのか、決まっているのか、それは分かりませんが、まあ,あえて仮に名前つけるとすれば、 保護者休業助成金と言ったらいいんでしょうか。これは私が勝手に今つけた名前ですから正式じゃありませんが、まあ、保護者が休業した時の助成金ですで。この助成金は誰がもらうかというともちろん皆さん方個人じゃありません会社ですそして有給休暇ですがこれは皆さん方ご存知の通りあり労働基準法に基づくあの有給休暇とは全く別枠で考えてください。 あの労働基準法による有給っていうのは例えば入社半年未満の人はないとかねでに使っちゃった人はないとかそういうことですがこれとは別枠で通常の有給休暇とは別枠で考えてくださいあんたは有給を何日残ってるあるいはあんたもう有給使っちゃってないじゃんとかあんたはまだ入社して半年にならんから有給はないよ。 これは労働基準法上の有給ですから、それとは関係なく、本当に誰でも対象になるということですね。ただ、通常の有給休暇と共通の点は金額の問題です。有給休暇を取ったときは、通常の賃金を払うことになってますね。通常の賃金、満額の賃金です。でこの有給も当然満額の賃金を払うことになります。 あの休業保証というのはですね60%以上と言ってますから6割でもいいんですがそれとは違いますから有給ですから全額払わなきゃいけないんですそして全額払いますそうした場合にこれを全く100%バックしてくれる国が100%バックしてくれる100%バックしてくれるこれが今回の助成金なんです。だから安心して有給を 取ってもらっていいわけなんです国が100%バックしてくれますなおこの有給休暇の助成金は大企業も中小企業も両方とも100%全額バックですただ全額バックとは言っても限度があります1日あたり8330円この金額までですでこれを 超える有給手当を払っていても8,330円が限度となります。この点はご注意ください。ただ、全額バックとは言っても限度があります。1日あたり8,330円、この金額までです。でこれを超える有給手当を払っていても8,330円が限度となります。この点はご注意ください。ただ、全額バックとは言っても限度があります。 一日あたり八千三百三十円。この金額までです。で、これを超える有給手当を払っていても。八千三百三十円が限度となります。この点はご注意ください。雇用調整助成金の場合は。若干の持ち出しがあります。住職業では三分の二。大企業で二分の一しか助成金はありませんが。この有給の場合は。全額バックしてくれますから。だいぶ有利な。 助成金なんです仕事もしてないのに給料いや有給手当を払った会社に支給されるんですから社長がもらうんですもらうと言ってもそれはもうすでに有給手当として本人には払ってるわけですからね社長がもらう助成金ですあそれとこれは最初に申し上げた方が良かったんですがこの有給休暇の助成金の対象になるのは 小学,校以下です小学校以下です。中学校、高校は対象になりません。そりゃそうですね。もう中学生ともなれば、一人で留守番ができると思います。高校はなおさらです。ですから、今回の助成金の対象になるのは、小学校以下の子どもさんがいる家庭の保護者ということになります。なお、ここでいう小学校以下というのは、 具体的にどういういとところか、ちょっと申し上げます。小学校以下小学校等という言い方してますが実際にはね通常の小学校それから義務教育学校そういう学校があるんですね義務教育学校ただし義務教育学校の場合は小学校課程のみ続いて特別支援学校特別支援学校については高校までということですそして放課後児童クラブ 幼稚園保育所認定こども園こういったところが対象になりますそして、えー、学校が休業したということですね休業している学校が対象になるんですが必ずしも、まあ、特例等で休業になっていない学校があるとしても次のような場合は対象になります次のような場合というのは風邪の症状など新型コロナウイルスに 感染した恐れのある小学校等に通う子だから必ずしも学校が休みになってなくてもあの症状があってコロナウイルスに感染した恐れのあるそういう子供については学校が休みでなくても対象になるということのようです。なおこの箇所を 保護者休業助成金は、令和2年2月27日から3月31日、2年2月27日から3月31日、この間にこの間に取得した有給休暇が対象となります。2月27日から3月31日の間です。もう始まっています。以上が今発表されていることで、具体的な細かいことはまだ、 発表されていませんので分かりませせんん。のでかり例えばですね、えー、一人の子どもさんに対してお父さんもお母さんもどっかの会社に勤めている時に両方とも有給もらえるのかこの辺は分かりません多分もらえないと思いますがねどちらか一方だと思いますが、まあ、そういうこともまだはっきり決まっていないようです。それとですね、 ももとと雇用調整助成金の対象として会社が休業をしているそこの社員の方のお子さんが小学校に通っているこういう場合はどちらが優先するのかまあ変な話ですがこの有給の助成金でいけば100%バックになります。雇用調整助成金の方で休んだとすれば、 分分ののあるいいは2分の1になってしまいますこれどっちが優先するのかまあそんなところもまだ具体的には、えー、発表されていませんから分かりません。また有給休暇ですが労働基準法による年次有給休暇通常の有給休暇ですねあれとは別枠で扱ってくださいということで共通するのは全額通常の賃金を払うということだと 発表されてていいますすがただこの資格についてですね年次有給休暇労働基準法の場合は半年勤務していない人は有給がありませんしすでに有給休暇を消化しちゃってゼロの人は有給は取れませんがこのあたりについてもまだ具体的には発表されていません私はまあ勝手な思い込みで、ま、別枠と言ってるんだからこの日数についても別枠じゃないか例えば極端な話 昨日入社した人でも対象になるんじゃないかというような話し方をしましたが、まあ、これはその辺りまでは発表されていませんですからもしかしたら私の思い違い先行しちゃってるかもしれませんのでその辺りはご了承くださいそして最後に重大な疑問あの全額バック全額バック助成金は払った金額の 要するに有給手当を払った金額の全額バックなんて偉そうなことを言いましたけどもただそこにはね限度額が1日当たり円となっていますだから例えば日当1万円の人についてはね1万円有給手当を払っても8330円しかバックされないんですそうすると全額バックにはなりません。でこの時にですね、えー 通常の法律による労働基準法による年次有給休,休暇であれば全額を払えと言っているわけですから日当が1万円の人はね1万円払わなきゃいけないんです。でもこれは通常の年次有給休,休,休暇とは別枠でと言ってますし実際労働基準法にそんなものの明確な決めがあるわけがないんで例えばこの有給休,休暇ですね。えー、日当を 1>, 1万円の人でも今回の場合は8,330円しか払わないとした場合にですねこれが労働基準法の違反になるか私はならないと思うんですがねでもその辺がわからないんですよ。全額バックまあそういう言い方をすると本当に誤解を招くかもしれませんが厳密にはね あのこの8,330円を超えるような人にとってはね大きな問題ですで日当8,330円なんていうとまあパートタイマーは別してかなりの人がこれオーバーするんじゃないですかねその時にねまあ一万円日当1万円それ以上の人はいっぱいいると思いますその時にね8,330円が限度だから有給の手当も8,330円 にしてもいいいんじゃないかそうすれば 100%, 100バックにして会社の持ち出しはないということになりますがねこの辺どううなんでしょうね反対から見ればですねいや助成金をたとえ8,330円が限度としても国はそれだけの助成金を払うんだから有給手当は満額払えよと日当1万円なら1万円2万円なら2万円。 通えよと。8330円しか助成金は出さんけどでも8330円も助成金を出すんだから全額払えよとそういう国の言い分があったとしても不思議ではありません助成金の上限とされる8330円を上限とする有給休暇そういう制度を作っても別に労働基準法には違反しないはずです。 しかし労働基準法には違反しないけど労働基準法の基準に従った一日満額の有給手当にしないと助成金は出しませんよ法律には違反しないけど助成金は出しませんよまあこういうのが結論でしょう。でもそうなると全額バックだなんてそれは私が言った言葉だからよくなかったかもしれませんがねどうせ 後で戻ってくるからなんて思ってうかつに有給なんかにしちゃうとあと大変なことになりますまあこんなこと言うと国に怒られるかもしれませんがね本当にそうですよ変な言い方オーバー振る舞いしてどん,どん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 有給認めちゃって後で見たらね本当に有給は例えば二万円な二万円払わねえかでも八8,330円しか助成金でバックされないこれ大問題です 本当ここが一番大事なところ、興味深いところです。もともと労働基準法で強制もされていない新しい有給休暇、もうこんなものは認めないよという会社も出てくるでしょう。持ち出しがかなり大きな会社は、こんな有給制度は設けないでしょう。そうすると困るのは会社を休む社員の方です。困るのは休業する会社を休む社員、 本人です満額の有給手当は払わないから助成金を出さないしかし助成金出さないなら別に強制もされていない労働基準法で強制もされていないこんな特別の有給休暇なんかまっぴらごめんなそんな制度は作らないよという会社もたくさん出てくるでしょう困るのは社員です社員が困らないようにというのがこの助成金の 趣旨でしょうそうとしたら労働基準法通りの有給手当の金額でなくても助成金は支払うそのような柔軟な考えも必要でしょう。あるいは雇用保険受給者の最高額である8,330円ですかこんなのにこだわらずこの助成金に限度額なんか 必要ないいいいいとと思思まますすこの限度額は撤廃した方がいいと思います労働基準法によって計算する有給手当の額を最高限に払った有給手当の全額をキックバックするそれでいいんじゃないでしょうかそして社員や会社を信用して手続きも極力簡単にするこれが大事だと思います。助成金のの手続きのために あれを出せ、これを出せ、あまり細かいことを言うと、冷裁企業においては、本当に手続きができず、絵に描いた餅になってしまう可能性は十分あります。雇用調整、助成金の場合もそうでした。この他にもいろいろ疑問な点がありますが、現在私のところにはこのくらいの情報しか入っていません。私も情報が入ったらすぐあのご案内します。でも私のところにね、 国からわざわざ言ってきませんから、気が付かなかったらいつまでもそのままです。また、皆さん方の方に情報がありましたら、ぜひ教えてください。そうね、よろしければチャンネル登録していただいて、番組がアップされたときは、ぜひご覧ください。たまには役立つ番組もあると思います。そして、パンフレットにも書いてありますが、役に立つ番組、ためになる番組、そういうのもあるけども、 つまらない番組もあるとおお断りりをしてまます。つまらない番組の方が多いんですが是非これに懲りずにチャンネル登録して動画がアップされたら是非見てください。よろしくお願いします。